皆さんこんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2022年1月6日に行われた第7期叡王戦5段予選、本田圭吾段と出口はカム5段の一局をお送りするぜ。さて、若手実力者の多い5段予選、本戦進出をかけた決勝になったわね。7段予選もすごいけど、5段予選も地獄の競争だ。総勢21人から出場枠は1名、どちらが勝っても折り紙付きの実力者。では、軽くプロフィールを確認して対局に移ろうね。まずは先手の本田5段。1997年7月5日、神奈川県川崎市出身、宮田俊夫8段門下の24歳、今期竜王戦5組、順位戦 C 級2組、相掛かりが流行るきっかけとなったと言っても過言ではなく、2019年度棋王戦での快進撃も記憶に新しいわね。その後も順調に勝ち星を重ね、今後もタイトル戦での活躍が期待される、若手のホープと言ってもいいよな。今日は先手、やはり殿下の宝刀相掛かりかな？それではもう一方、後手の出口5段。1995年4月28日、兵庫県明石市出身、井上慶太九段門下の26歳、今期竜王戦6組、順位戦 C 級1組、スピード感ある拒否者の将棋に、一工夫凝らした中盤の変化、躍動感ある、春風のような将棋が心地いい、爽やかさを絵に描いた、そんな将棋が特徴だ。桂馬や香車が動き出すとなぜか周りがざわつき始める、一体なんでなんだろうね。さあ、なんでなんだろうな。今日は後手、先手の仕掛けにどう返すか、桂香両取りは出てくるのか、ニヤニヤしながら眺めていようね。さあ、そろそろ対局に移ろう。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、本田5段、マリサが後手、出口5段だぜ。それでは、よろしくお願いします。2六歩8四歩近年、段位と強さが噛み合わないけど、2五歩、このお二方は特にそれが顕著よね。8五歩二人とも勝率7割超えだからな。7八金勝率6割で一流とされるこの世界。3二金いかに強いかがわかるよな。ほんとにね。3八銀さて、戦型は本田5段得意の相掛かり。7二銀単手数で駒がぶつかる、激しい戦型だ。9六歩ぶつかる前に、角の逃げ場を作っておこう。5二玉、天井を支えながら、飛車とラインをずらす。4六歩一旦飛車先交換を挟んでいこう。8六歩手元に歩を持ち、手を作っていくぞ。同歩同飛車横に誘う選択肢もあるけれど、4七銀、歩を守って、じっくり展開の意向を示す。3四歩角道を開け、準備を進める。8七歩8五飛車角道を開けるのは保留、銀を中央へ。6八銀角交換は叱るべき時にしよう。3三角さらに、中央を押さえて。5六歩さらに局面の沈静化を提示する。ふむ、先手は長期戦をご所望か。そうねー、どちらかというとふわっと受けの体勢を作り、後手が無理攻めで自滅するのを誘いたいね。中段に飛車を留めていることからも、広い中段で機動的に使いたい意志の表れよね。ならばそれを逆手に取り、中段で絡め取って身動きを取れなくしてしまおう。もちろんそうならないよう気をつけなければならない。だがこのまま引き下がるのも面白くないので、中段で戦えるよう頭数を揃えることを優先しよう。相掛かりの将棋ではあるが、一旦ここは落ち着かせ、無理はせず長期戦模様に乗っておいた方が良さそうだ。4二銀まずは守りの体勢を整えよう。5七銀9四歩3六歩反発に備え、右桂の活用を目指す。7四歩同じく攻撃の要としての右桂だ。3七桂7三桂駒の多い右側に王様を移動しよう。5八金いわゆる右玉の形を目指すよ。6四歩銀で中盤を支える動きを見せる。4八玉角道を止めてさらにスローダウン。4四歩なら角の主導権をこちらに引き寄せよう。7六歩角の自由度を確保、機動力を上げよう。4三銀
5五歩。本当にだいぶスローな展開ね。6三銀。相掛かりの駒組みでは珍しいな。5六銀。速度ではなく、連携重視の戦いね。7五歩。だが、だいぶ距離も近くなってきた。同歩。そろそろ本格的な戦いになりそう。同飛車、駒が密集してる分、叩き合いになりそうだ。6八金右。連携を持たせてスクラムを組むよ。6二金。右玉と相性のいい、下段飛車にしよう。2九飛車、飛車で下段をまんべんなくカバーよ。ではそろそろ、9五歩。端攻めをきっかけに第2ラウンドスタートだ。同歩。9七歩。この歩はむやみに取らず。7七角。角で支え、飛車にぶつけることも見せよう。7四飛車、一旦引いて当たりを避ける。6六歩。6筋を押さえつつ、角道を遮る。4五歩。角道のやり取りが非常にデリケートだな。同歩。4筋に続き5筋も突き捨て。5四歩。強引にでも、角のラインを奥まで通す。4六銀。銀を押し上げ、天王山を支える。7六歩。5筋炎上の前に、角頭を攻める。8六角。角がどき、先手陣奥に隙ができた。5五歩。今こそ一気に仕掛けるとき、む、同銀右。そして調達した歩を即時投入。8五歩。さあ、ガンガン行こうぜ。なんの。7五歩。飛車と差し違えるつもりはないでしょう。8四飛車。7筋を支える体勢を維持しつつ。9七角。角を元の位置に引いて整えよう。9五香。8八角。強者に紐はついてはいるが。9八歩。ここからなら確実に潜り込めるはずだ。6五歩。ここまで来たら、攻め合いの速度勝負よ。9九歩なる。速度は遅いが、制圧できたのはとても大きい。4四歩。8九と金。形勢一変に取られたのは痛いけれど。4三歩なる。大手で先着、ねじ込みに行くよ。同金。ゴリゴリねじ込み、玉頭に風穴開けるわ。4四歩。同金。同銀。このやり取りを続けると、ただの駒損なので。8八と金。根元の角を刈り取る。ここは角を取らずに、5三銀打つ。後手玉を引っ張り出して両取りを狙うわ。同金。同銀なる。同玉。この跳躍で後手玉に迫る。4五桂。確かに力強い攻めではあるが。6二玉。ひらりとかわし、広いスペースに逃げよう。5三金。7二玉。後手玉を追うためにも、駒を補充よ。3三桂なる。なんの、ここで返し技一発。1五角、手番を取りつつ、合駒請求だ。む。3七角。後手玉を追う手は弱くなったけど。4七歩。ここを乗り切れば再びチャンスは来る。同玉。捌き切って手番を取り返すわ。4六歩、手駒は十分、その前に攻め切ってみせるさ。同角。桂馬を打ち込み玉頭を抑える。5四桂。大手が途切れたところで。6三金。金を食い切り、手番を奪う。しかし、同玉。スペースは十分、先手の攻めは届かないぜ。同歩。ぐ。7二玉。6三銀。8一玉。攻め駒が足りないのなら、現地調達よ。5四銀なる。続いてと金を作って迫っていこう。7八と金。左右強撃で追い詰める。5八金。駒を引き締め迎撃態勢よ。3三桂。さらに押さえつけ、退路を締める。1六歩。ここを手抜き、先手玉のど元に取り付くぜ。6六金。5七金打つ。同金。同玉。桂馬の斜線に誘導した上で。4五銀、上から押さえつけ、退路を断つ。1五歩。5六銀。同玉。
桂馬の利きがここでも生きてくる。4五金、下に叩き落とし、物量攻めにする。4七玉。4六金、角を取りながら桂馬の射程に釣り上げる。同玉。そしてこれがとどめ。4五香、左右から桂馬がうまく押さえているぜ。右に逃げれば、4六角打ちから追い立てられ、5筋から上部脱出を図っても、後手6六角、先手同玉に6五金打ちで閉じ込められるわ。これは、もう逃げ場のない袋小路みたいね。ぬ。負けましたー。ありがとうございました。桂馬2枚で要所を抑えられ、とどめの強者が銃撃のカーテンになっていたわね。最後の最後に獲得した角が逃げることを許さず、まさに、玉は下段に落とせ、包み込むように寄せろ、のお手本ね。小駒とはいえ、桂香は寄せの必須項目、制圧と分断、まさに軍略のポイントだな。とりあえず、投了図以下を確認してみよう。5五玉で脱出を図る。6六角。同玉。桂馬の利きを生かし、6五金。6七玉。7七歩なる。5七玉。5六銀までだな。参りました。いや本当、桂馬2枚が左右の退路をこれでもかと潰しているね。1枚では隙の多い駒だけど、金駒と組み合わせて最大限の力を発揮する。使いこなせば、とても頼りになる存在だ。桂馬の射線への誘導で、引きつけた後に金駒で叩き落とす。ぜひとも覚えたい、桂馬の手筋ね。さて、これで出口5段は5段予選を突破。第7期叡王戦、本戦進出を決めたな。着々と顔ぶれが揃ってきたわね。藤井叡王への挑戦権は誰が獲得するのか、本戦も楽しみにしていよう。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を、ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするぜ。それでは皆さん、バイバイキー。